マブラブ、アニメテッドトータルエクリプス前回の続きをプレイしていきましょう。いやーやっぱあれか、トータルエクリプスも、まあ、元のやつがそうだったけど、やっぱ戦術機戦がメインになるのかな。ベータ戦が一番見てて熱いんだけどな。貴様、何様のつもりだ。いや本当にそれはそう、謝りな。謝れよ。そんなやつだったなって覚えてる。おいおい、耳が聞こえねえのかい、黄色いの。カラード同士じゃねえか、仲良くしようぜ。やだなこの感じ。おいてめえ、こっち向けてんだよ。でも100お前が悪いからな。ゆうや、待て、副隊長。実戦状況における複数座標からのレーダー照射とベータリンクによるステルス機捕捉、今日の演習目的だったはずだな。なぜ命令を無視した？合理的な説明を求める。代わりに言ってやろうか。こいつは俺ら全員を取りにしてラプターを仕留める腹積もりだったのさ。ラプターのさ、F22EMD って書いてるけどさ、前違ったよね。前っていうか、アンリミテッドザ・デイ・アフターだったら違ったよね。あれって、何、こっちの方が進んでるって話なのかな。本当にそうなのか、ブリッジス。おい、なんとか言ったらどうだ。あまりにも関係性が悪すぎる。無駄だよ。こいつはてめえのことしか考えてねえ。大方、ストライクでラプターを落とした最初のエースって勲章が欲しくて欲しくてたまらなかったんだろうよ。ストライクか、イーグルじゃねえのか。イーグルってじゃあなんだ。もう書いてくれよ、上になんか読み仮名を。ストライクなんだ。え、でもストライクイーグルか。あれ、わかんねえ。デブリーフィングでもそうやって黙っているつもりか。今回の貴様の行動は命令違反に相当するんだぞ。やることやらねえくせにてめえが正しいって面しやがって。恩知らずのジャップが混ざってるだけのことはあるな。お言葉ですが注意。いくら上官でも今のは聞き捨てなりませんね。レオン、そんなクズを基準に日本を、日本人を語らないでください。いや、その、クゼ提督や第442連隊の名誉にケチつける気はねえって。俺はただ、すっこんでロボちゃん、親の七光。お前、そう、ここだけ喋るんだ。ふざけるな。てめえを基準に日本を語られるなんて屈辱。黙ってられるか。日系の面汚しも、いつも好き勝手やりやがって。少しはテストパイロットの本分に従ったらどうなんだ。あ、テストパイロットなんだっけ。もう全然覚えてないな、見たはずなのにな。よく回る口だぜ。だがな、一旦のことをほざくのはもっと腕を上げてからにしな。てめえ。なんでちょっとニヤってしてんだろうな。そうか、ボイスないのか。久しぶりにボイス、主人公のボイスがないのを見ちゃったな。見ちゃったな。ああ、試験項目の一つでも俺に勝てたら何でも聞いてやる。そんな奇跡ありえねえだろうかな。この野郎、てめえ、ちょっとばかり腕が立つからって調子こきやがって。ストップストップ。杉田智和いたなあ。そういや、ヴィンセント。おい、整備兵がなんでここに。いやいやいや、実はですね、こいつに用があるって人が。
どけよ、ヴィンセント。いつものことだ。ほっとけ。何がレーダー複合照射だ。実戦想定だぞ。目視したステリス機を追わねえとか、どんだけ開発ボケしやがる。なんだと？おい、やめろ。カタログステップ補強するための茶番がそんなに大事かよ。もう協調性ゼロだな。戦場に立つ兵士は命がけで敵と対峙するんだぞ。いいから、おい、よせ。しかもあのクソいまいましい新型爆弾のせいで戦術機は追い詰められてるんだ。ああ、ジーダンか。ラプターを一刻も早く実戦配備しなきゃならないのに、その仮想敵役がこのざまじゃな。俺が命令違反したから負けた。よかったじゃねえか。チンケなプライド守れる理由があって。ブリッジス、てめえ。まあまあまあ、注意。あ、おい、ユウヤ。くそ、このままじゃな、ラプターは。貴様がゴーストフォーか。US アーミー 65? は、陸軍、戦技研第一中隊、ユーヤ・ブリッジス少尉であります。第65戦闘共同団のキース・ブレザー中尉だ。さっきは散々追い回してた。では、あれが。ラプター2機を相手に粘った異常なストライク。どんな英士が乗ってたのか気になってな。まったく。驚かせてくれる。まあそらなって感じだな。すごい穏やかな BGM だな。ポストストールに劣るストライクでよく私の機動制御を模倣できたな。しかもあれが初見だったはずだ。いえ、結局は一発も当てられないまま注意に落とされました。ラプター相手に本気で勝つつもりだった。面白い。本気でやんなきゃ。でもそんなにあれなんだね、性能で変わるもんなんだな。あんまりこう感覚としてわかんないんだけど。どうだ貴様、うちに来る気はないか。来たるべき戦後に備え、全米軍兵士の対人戦能力を鍛え上げるために、その腕と度胸、生かしてみるか。お誘いいただき、ごえです、注意。ですが、俺には人の面倒を見る気も、何か教える暇もありません。すげえよな、これは。誘われてこれ言えるんだもんな。プログラムに戻れ。これ以上はチェイサーがついてこれないぞ。まだだ。俺はラプターの限界を見極める。いつもいつも。いい加減にしろ。うるせえぞ優等生。ついてこれないならさっさと起動しろ。なんだと。一刻も早くこいつの優位性を証明しなきゃ。F22 に配備計画そのものがお蔵入りにされちまうんだ。ゴースト1より各機、ゴースト4のチェイサーは俺がやる。さっきは距離を取り巡航追尾。ゴースト4はこのままレコードブレイク。以上だ。無茶で下に自殺志願者に付き合うつもりだった。開発遅延は新型機を殺す。墓場は決まって、オエラ型の会議室だ。
分かってるじゃないか、タイ。誰かがどこかで帳尻を合わせんとな。はい、ゴースト2ポイント N3 通過マイナス 2.7 記録更新です。喜んでる場合なのかな、これ大丈夫なのか。さすがなの隊長、離されてもしっかり食らいついている。だが絶対なんかやらかすぞこいつ。ストライクをぶち切れない新型じゃ、お偉方も納得しねえだろ。ゴースト2ポイント N4 通過マイナス 4.1 理論値を超えています。隊長高度上げろ、岩盤が水力発で。スベンタイ、めっちゃムービー動くな。高度413発生、ゴーストチームは即時試験中止。繰り返す、即時試験中止。間に合わなかったのか。ダイくしょう、応答してください。ダイ、バイタルリアクション、ダイ、そう。何がアメリカ最高のテストパイロットだ。やめてレオ、てめえの思い上がりのせいでスウェン大尉は。なんとか言えよ、いつもみたいにでかい口叩いてみろ。ああ、やめろ、こんな時に何やってんだお前ら。ユウヤ、お前だけは、お前だけは絶対に許さねえ。隊長を殺したのはお前だ。まあそうなるわなっていうか、もうそうだわな。出でんじゃないんだよ、もう完全にそうだもんな。言い逃れができねえ。回収機および当事者各機のフライトレコーダー記録からも、この事故は不可避の状況が重なった不幸な結果であり。そうかな、可避じゃない。随伴機激突の直接的な原因はリック・スウェン隊員の回避操作遅延だという事実は明白である。したがって当該案件に関するユーヤ・ブリッジス少尉の過失あるいは責任を当委員会は一切認めない。以上、閉会。いいのかな。ユー、誰がなんて言うが、隊長はお前が殺したんだ。本人が一番分かってそうな気はするけどな、これ。おい、その事実から逃げられると思うな。レオン、事故りたくなかったら俺についてくるな、覚えておけ。たくさん、うや、てめえ、おい、やめろ、やめろお前ら。そんなことを大尉が望んでるとでも思うのか。
はっきり言おう。貴様の身の安全を保証できない。サモン委員会の結論が火に油を注いだ。日頃から貴様はいろいろやりすぎたんだ。部隊のほとんどがスベン隊の死は貴様の責任だと考えている。当然私もな。貴様も大尉の記憶が染みついたここに残るのは辛かろう。物理的距離と冷却期間を置くことは全員にとっての最善だ。結局そういうことかよ。勘違いするな。これは我々の判断ではない。ダンバー准将直々の命令だ。ダンバー准将、あのクソジジイ。ネバダのグルームレイク基地でライトニング2の運用試験が始まる。ちょうど分隊の派遣要請があってな。出発は3時間後、秘密裏に行う。それまではローエル軍曹ともに MP の警護下に置く。ちょっと待ってくれ、ヴィンセントまで左遷するっていうのかよ。貴様ともども今日にもローエルを襲撃するという噂もある。あいつはいいやつだが、貴様をかばいすぎた。それじゃあいつも気になるのか。聞けばひどいやり方で捨てたらしいじゃないか。貴様に限ってまさかとは思うが、これを見越してかばったのか。あんたには関係ねえだろ。安心しろ。念のため直に転属させる。以前スカウトもかかっていたしな。なんであいつまで。恩をあだで返す結果になったな。貴様に肩入れした物好きどもは全員転属だ。今さらそんな顔をするな。これは貴様が選んだ結果だぞ。貴様自身で選び導いた結果なんだ。まあでも周りからしたら本当にそうよね。身勝手が過ぎたんだろう。だが、なんだってんだよ今さら。何から何まで最悪だぜ。こんなところで終わってたまるか。くそ、俺は絶対に。畜生、なんでだ、なんで振り切れないんだ。薄ごろめ、やっと私に気づいたようだな。この私をそんなにやすやすとバルネラブルコーンに入れてしまっていいのか。ノトマミコか。トリガースイッチにかけた指に私がほんの少し力を加えれば、お前は一瞬でただの肉片になってしまうんだぞ。ほら、ロックオンだ。怖すぎる。そうか、怖いのか。怯えているんだな。まあでもこれあれか、相手に聞こえてねえからあれだけど。アルゴス3、直ちに帰投せよ。模擬戦闘の許可は降りていない。知るか、あっちは本気なんだ。ここで止まったら確実にやられる。しかし本当に何もねえところだな。なあユウヤ、見てみろよ、いい景色だぜ。そうかな、そうかな。森と川だけだけど。はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。